その夜、僕は布団の中でじっと雨音に耳を澄ませていた。明日は久しぶりに子供たちと遊ぶ約束をしているというのに、雨は止みそうにない。たとえ晴れたとしてもこの席じゃ。明日の約束は取りやめにしよう。そんなことを思いながら暗闇を見つめていると、ここ数日の出来事が浮かんでは消えた。松本先生から告げられた病のこと、あの子に秘密を知られてしまったこと。やがて雨音は優しく心地よい子守歌となって夜を包み、僕は眠りに落ちた。体が軽い。気持ちのいい朝だな。晴れてよかった。アジサイも綺麗だ。ん？この風呂敷包みは何か紙が挟まってる。沖田さんへ、子供たちと一緒にどうぞ、千鶴より。これはまたたくさんの握り飯だな。そうか、子供たちの分も作ってくれたんだ。わざわざそんなことしなくてもいいのに。今日は調子もいいし、やっぱり出かけようかな。掃除、どっか出かけんのか。英介、河原へ行くところだよ。子供たちに遊んでもらおうと思ってね。遊んでもらう？相変わらずだな、お前も。お、その腰の風呂敷包みは？さあ、何かな。当ててごらんよ。釣り道具じゃないよな。釣り竿ないし、将棋盤が入ってるわけでもねえし。握り飯だよ。握り飯？お前が作ったのか？いや、これは、千鶴ちゃんが作ってくれたんだ。千鶴が？うん。今朝、僕の部屋の前に置いてあったんだ。こんなのわざわざ作ってくれなくていいのに。サージ、その言い方はねえだろ。あいつがわざわざ作ってくれたってことは、きっと何かお前のことを心配して。お前最近何かあったのか？え？別に何もないけど。そっか。いや、以前俺が謹慎中の時に、千鶴が俺にそっと握り飯を作ってくれたことがあってさ。あいつ何も言わねえけど、俺のこと心配してくれてるのが分かった。あの飯、めちゃくちゃうまかったな。へえ、知らなかったな。平介がそんなにあの子に思い入れがあるなんてね。へえ。千鶴じゃねえよ。千鶴の握り飯だよ。たく、それ俺にも一つよこせよ。ダメ。これは僕と子供たちのために作ってくれたんだし、平介の口には合わないんじゃないかな。そんなこと言ったって価値のわかんねえやつに食わせるなんてな。千鶴の握り飯なんだぜ。いいこと思いついた。掃除、その握り飯をかけて一つ勝負しようぜ。勝負？そんなこと言われたら引き下がるわけにいかないな。さあ、その刀を抜きなよ。おー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 おい、ちょっと待て、何マジになってんだよ。勝負するんだよね。なんでたかが握り飯のことで刀抜いてるんだよ。勝負って言ってもいろいろあるだろ。何も刀出すことねえだろ。なんだ、がっかりだな。冗談にしても程があるっつうの。じゃあ何で勝負するわけ？どうするかな。あれはどうだ、最近座敷で流行ってるトラとばあさんと狩人で勝負する遊び。ああ、国戦や合戦の和党内が出てくる、トラトラトラかな。そう、それそれ。やり方は知ってるな。確か、狩人はトラに勝って、トラはばあさんに勝って、ばあさんは狩人に勝つんだよね。ああ、じゃんけんみたいなもんだ。掃除、握り飯はいくつある？9つだけど、
そのうち子供たちにあげるのが6つかな。じゃあそのうちガキどもにやる分を除いた掃除の3個分俺が奪ってやる。ちょっと待った、平助が負けたらどうするのさ。俺は負けねえから大丈夫だって。すごい自信だね。まあ別に平助から欲しいものもないしいいか。よし、じゃあそこの引き戸を襖代わりに使って勝負するよ。島原仕込みの腕前見せてやる。せーの、トラ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 。かー、もうばあさんかよ。狩人で来る気がしてたんだよね。かー、よっしゃ、次は絶対勝ってやる。トラ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 。かー、またばあさんかよ。トラ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 。かー、もうありえねえ、またばあさんだ。気合を入れた割にはあっけなく終わったね。くっしょー、なんでだよ、島原じゃ連戦連勝だったのに。まあぐでんぐでんに酔った新八さんと佐野さん相手じゃね。くー、このままじゃ男の流すたる。よし、あと一回だけ勝負だ。まだやるの、しょうがないな。じゃあ平助が負けたら、そうだな、何でも僕の言うことを聞くってのはどう。なんで俺がお前の言うこと聞かなきゃなんねんだよ。負けたらの話だよ。あ、そうか、そうだな、うん、次は負ける気がしねえからいいぜ。よし、勝負だ。トラ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 。さあ、何でも言うことを聞いてもらうよ。あれ、どうして後ろに下がるのさ。いや、なんか嫌な予感がしてさ。怖がらなくてもいいよ、取って食うわけじゃなし。まあ多少痛い思いさせちゃうかもしれないけど。なんだよそれ。どうしようかな、そうだな、わがままで俺様で不器用で自分勝手な人が今部屋でこっそり作っている俳句を盗んでくるっていうのはどう。はあ、それだけは勘弁してくれ。助走して皆に舞を披露するっていうのもいいかもな。調子に乗るなよ。たかが握り飯のことでなんで俺がそこまでやんなきゃなんねんだよ。たかが握り飯のことで熱くなって勝負を申し込んだのは君だよ。そういうのを逆切れって言うんじゃないかな。切れって言うなら切るだけだけど。ああ、わかったよ。槍だろうが刀だろうが好きにしろ。それじゃあ僕の代わりに子供たちと一緒に遊んでよ。は？そんなことでいいのか。ああ、僕ちょっと風邪気味だし移すといけないからね。ああ、いいけど、でもガキと遊ぶなんて何やりゃいいんだ。なんでも高い高いとか。高い？だるまさんが転んだとか。めんどくせえ。こっちこっち。こっち。お兄さん、こっちだ。天の鳴る方へ。あ、どこだ。どこにいる。なんだ。あんなに嫌がってたのに楽しそうじゃないか。平助、こっちだよ。平助じゃねえ。さんつけろ。こっちだよ。何？今誰か俺のことへって呼びやがったな。待ちやがれこの子。だ。あ、への平助落ちた。やー、落ちた。平助のへだ。お前ら絶対許さねえぞ。背中になんかいる。この硬くてぬるぬるしてうごめいてる感じは。服がビシャビシャだっての。お腹が痛いよ。こんなに笑ったのは
久々だな。ふざけんなよ、掃除もいっぺん落ちてみろよ。嫌だね、髪が乱れるし。鑑定抜きした近藤さんみたいな髪型のくせに気取っちゃってさ。今笑った。確かにこの髪は近藤さんを模したものだよ。これを笑うっていうことは近藤さんを笑うことだし、つまりは新選組を愚弄することになるけど、それ本気？いや、そんなつもりで言ったんじゃ。だよね。あ、はい、これ食べなよ。おお、待ってましたって、いいのか。うん、子供たちに遊んでもらった俺。遊んでやっただろ。まあそんなことはどうでもいいや。あー、うまそう。へえ、味噌にぎりか。あれ、お前のは？残りは全部子供たちにあげたんだ。僕は食欲がないし、別に食べなくても構わないから。じゃあこれ丸ごともらっていいのか。本当に本当にいいんだな。はあ、まあ食欲がねえのはしょうがねえよな。じゃ遠慮なく。いただきまーす。今日の街では今この瞬間にも血が流れてるかもしれないってのに、ここは嘘みたいに平和だね。まあそうだよな。本当はそうじゃなきゃいけないんだよね。子供たちがいるところはいつだって穏やかで安らぎに満ちていて、そういう国でなきゃ。そうそう、うん。掃除、掃除、遊ぼう。ごめんね、今日はちょっと風邪気味なんだ。映すといけないからここで見てるよ。じゃあ明日は？明後日は？よくなったらまた一緒に遊ぼう。病が進んだら僕はもう子供たちとは遊んであげられないだろう。この一瞬一瞬が尊く愛おしい。ねえ平助、やっぱり僕も食べようかな。あ？いただきます。え、結局食うのかよ。にしてもお前子供にモテモテだな。子供だけじゃないけど。嫌味なやつ。うまいな。ああ、食べながら僕はふと思った。あの子がくれたのは握り飯だけじゃない。この何でもない穏やかなひとときもまたそうで、帰ったらあの子に言ってあげようかな。握り飯美味しかったよ。ありがとう。